えっやばいってやばい、これはやばい、えっこれがたまらない、おっいいやばっ、おおえやばっ、えっもっと根本的な勘違いしてる人いらっしゃるな。右足ベタ足フェイスタンドリル、右足ベタ足フェイスタンドリルは本当にこっちばっかり、フェイスターンしなあかんって分かってても、何が正解で何が間違ってるのか、ズレですね。右サイドの仕事、これが正解じゃない、これやったら何のために右足ベタ足フェイスタンドリルやってんねん、ここでというのが真上、このサーラーあんでしょ、このサーラー分かればやる意味がもっと効果的になる、バランス使えば意味分かると、ここで打ちに行きます、ここを意識しちゃうから、この辺で打ってる時に、ああこの知識入れたってことで YouTube がより価値のある動画になる、だからこれダメって言われてるんだから、はいはいはい、引っ張り込んでたらもう根本的にダメだけど、ああ知識入れてないじゃこれ見えへんやろな、分かってへんやろなっていう優越感に至りながらめっちゃいいじゃないですか、めっちゃ綺麗じゃないですか。